攻めどきね。ほら、頑張って。当たって。ほら、頑張って。さあ、どう動こう。もっといけるよね。
頑張って! きっと私たちもレールの上の電車と同じだよね。どういう意味ですか？私たちは大きく道を外れることはできない。今日私たちはちょっとだけ脱線したけど、でも明日にはまた いつも通りの日常に戻る。脱線したままだと戻ってこれなくなっちゃう。だからレールに乗って進んでる。ゴールもわからないままね。
でしょ。詰まった。どっからでもかかってきなさい。いつでも行ける。 攻め時ね。仕掛けます。よし、私の番。もっといけるよね。見せてあげる。ほら、頑張って。いつでもやれます。 頑張って。私の番。完勝です。やりました。えい。私頑張ります。
思い出が近いです。あの子が私を呼んでる。私たちはまだ子供だから、世界も全然知らない。レールがなくてもどこにだって行けるなんてのは、さすがに絵空事だよね。 ですね。いきなり全てが自由になったら困るのは自分自身かもしれません。でも、だからこそ、一個一個納得していくしかないんだろうなって。線路の上に障害物があったら、 順番に取り除く。それを繰り返していくしかないよね。順番に取り除く。目の前に問題が立ちはだかったら、その度に足を止めて問題に向き合う。 じれったいけどね。<笑>はい、じれったいです。私は抱えている問題を見て見ぬふりをしていた。ただそれだけだったんです。しほちゃん。 お父さんに言いたいことがあった。伝えたい気持ちがあった。知りたい気持ちがあった。でも、言えなかった。それを変えてくれたんです。一つ一つ、今を変えていかないと、未来も変わらない。それを教えてくれたのは。何？ みんな、目の前に問題が立ちはだかったら、その度に足を止めて問題に向き合う。行きます。 攻め時ね。はっ。いつでもやれます。やー！どう動かの。
でもやれます。ほら、頑張って。ほら、頑張って。いつでもいける。カゴン。ほら、頑張って。仕掛けます。よし、私の番。カゴン、待って。この力でみんなを守る。攻め時ね。ほら、頑張って。いつでもいける。ほら、カゴン、頑張って。もっといけるよね。私の番。カゴン、攻め時ね。そこ、仕掛けます。ここからが本番。
つでもやれます。ほら頑張って、ほら頑張って、いつでもいける。カゴ行きましょう。もっといけるよね。仕掛けます。見せてあげる。ほら頑張って。行きましょう。大丈夫ですか。いつでも行ける。カゴ大丈夫ですか。もっといけるよね。攻め時ね。まだまだいけるでしょ。どういうこと。カゴ仕掛けます。当たってもっといけるよね。どういうこと。チャンスです。カゴ詰めましょう。行ってやる。ほら頑張って、ほら頑張って、ほら頑張って、行きましょう。いつでも行ける。カゴの結晶で、これがこの世界の核になってるんだって。私の思い出。しほちゃん、触れてみるのです。はい。私、お父さんと話してみようと思う。私の本当の気持ち、お父さんの本当の気持ち、ちゃんと話し合って納得したいから。このままだときっと線路は塞がれたままだから。うん、きっとそれがいいよ。ありがとうございます。ひなこ。こちらこそ。今日は楽しかったよ、しほ。しなかったけど、でもこの日のことはずっと覚えてる。たった数日の関係だったけど、でも
ヒナコが私を変えてくれたんだ。皆さん、本当にありがとうございます。いろいろ思い出せました。記憶戻ったんだね。よかった。しほちゃん、ココロ、久しぶりだね。しほちゃん、私のことも。うん、大きくなったね。しほちゃんも。一件落着かな。それじゃあ今日のところは帰ろう。帰るまでが探索だからね。遠足じゃないんだから。Thank you.
マット。負けません。いつでもいける。ほっ。見せてあげる。はっ。いきましょう。当たって。さあどう。はっ。楽勝楽勝。負ける気がしないよ。どっからでもかかってきなさい。いつでも行ける。ほっ。攻め時ね。行きましょう。はっ。キャー。完勝です。やりました。でもかかってきなさい。さあどう動こう。ほっ。行きましょう。さあ行ってやる。そこ。いつでも行ける。くらえ。楽勝楽勝。負ける気がしないよ。